ありがとうございます。小野さん、ドノーマルなんで。いやいや、これ18ですか。はい、これはレカロの。これもすごいですね。こういうビッグ取り上げてもらうと嬉しいですよね。はい、こんにちは、車ことです。今日はまたすごいの見つけちゃいましたよ。プレジデントです。シルバー綺麗です。見てみてください。ドーン、すごいね。エアロレスでシンプルですけれども、すごいド迫力。そして細かくオーディオ系もね、いじられておりますので、いろいろインタビューしていきたいと思います。オーナーさん、すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、これ来ちゃったね。これ来ていただいたんで。ありがとうございます。オーナーさん、すいません、お忙しいところでイベント中、車小僧のチャンネル出演いただきありがとうございます。車種聞いていきたいんですけど、これプレジデントで間違いないですね。はい、年式って何年式になりますか。13年。後期ですね。最終ですね。もう乗られて長いんですか。いや、まだ3年。あ、そんな感じなんですね。あ、その前って結構またVIP乗られてた。いや、ようやく落ち着いてVIPに、はい、戻ってきた。ちょっとセダン乗ってみようかなっていう感じ。あ、そうなんですね。昔って若い頃って言ったら失礼かもしれないですけど、ミニバンとか乗ってますし、はい、ありがとうございます。どうですかね、乗られてて。やっぱこのプレジも結構年式立つと故障だとかあると思うんですけど。そうですね、今日もちょっと単発になっちゃって、はい、一気に。あ、そうですか。急遽赤車で来ました。あ、本当ですか。昨日まで元気よかったのにみたいな感じ。そうですね。あれですか、朝エンジンかけて走ってる途中にって感じ。そうですね、ボソボソってなって。あ、本当ですか。今アイドリング、ね、されてる感じだとそんな、うん、今はちょっとなんか落ち着いとるみたいな。まあ、遠かったんでその辺の修理はつきもんになってくるです。僕もね、初代セルシオ乗ってんですけど、遠出もドキドキしながらしてる、うん、車ちょっといろいろ聞いていきたいんですけれども、カスタムポイントとしてフロントでいじられてるポイントっていうのございます。グリルだとかもそのまま後期、そのまま後期純正です。ですね、で、バンパーがナンバーポケットスムージングして。ああ、なるほど。純正バンパーをナンバーポケット。そうです。すごいこだわりですね、そこ。なんかもうあえてエアロは組まずにっていう自分の中のコンセプト。ちょっと最初エアロがなかったもんで、はい、でようやく手に入ったもんですから、はい、いつになるか分かんないですけども、外装をもう一回。あ、そういうことですね。はい、これからフルエアロに生まれ変わるわけですね。はい、ね、このエアロレスでド迫力の感じも好きですけれども、ドノーマルなんで。いや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 、このフォルムもまたなかなかいい感じです。これシルバーも純正色。そうです。はい、綺麗にされてる感じでございます。ボンネットマスコットもそのまま純正の後期のやつってやつですよね。じゃあちょっとサイドを見させていただきます。どっちから行こうか。こっちから行こうか。来ましたね、もうド迫力のこのホイールOZ2 だ。これはすごく。これサイズは何インチなの。18ですね。あ、これ18ですか。はい、大きく見えるランリムで、こちらはもうリバレルリムとかなんですか。そうです。はい、すごい。これもプレジデント購入されてもうすぐ OZ フルクラス。うんと、ちょっと経ってから。はい、やっぱりこのホイール選択された理由って何かあります。当時のやっぱり仕様のイメージが忘れられなくてとか。そうですね、なんかフッツーラ王様っていうイメージが。そうですよね。そうですね。まあね、 BBS 派の方と、はい、あとチューナーブランド系っていう感じですけどね、うん、これちなみに足は何で落とされてる感じですか。あ、これはエアサスです。あ、エアサスなんですね。なんかこの落とし方が一見車高調風にもうこんな車高で走れない年なんで。ハイスピードエアサスとかそういう系ですか。もうあのイデアルか。あ、イデアル。はい、これフェンダー自体は純正ですか。純正です。出してないです、ね。うん、叩いて、はい、一応内側もパテで綺麗に。おお、そういうことですね。すごい。じゃあちょっと横を見させていただきます。ブレーキはそのまま。これキャリパー32のスカイラインですね、はい、GTR です。最初ビッグキャリパーつけてたんですけど、フッツーラで当たるもんですから、はい、変えて。どうですか、機能性ではもう十二分ですよね。まあそんなに走らないんで十分です。十分。ありがとうございます。ソブリンですね、ソブリンのエンブレム。サイドもエアロ組まずにって感じですね。そうですね。これちょっと後で内装今見させていただいちゃおうか。これシートだとか、はい、これも全部レカロの。あ、これはレカロの DSE バッファロー。あの、もう今輸入されないやつ。すごいですね。昔から持ってたとか。いや、たまたま寝てて、はい、ネットで結構しました。これ初めて見ました。これなんかね、昔のメルセデスのシートみたいな感じですよね。シートにこのリモコンがね、ついてて。すごい。これって普通に装着できちゃうんですか、レールとか。あ、作ってもらいました。あ、そういうことですよね、うん、しかもすごい。これリアもですか。リアは革張り替えて、で前のレカロのシートに合わせてちょっとデザイン入れてもらって。すげー、年寄り受けする車です。
やっぱ乗って感じられるのって内装っすもんね、うん、このシートは何百万じゃないですか。あ、違う、そんなじゃないですか。どうだろう、あの新品で、はい、多分2脚で150、はい、まあ僕は中古ですけど。そうですね、まあご想像のところですかね。すごいね。でも中もこれオーディオ系が結構あれですね。このこれそうですね、10インチとかですか、これモニターは。もっとでかい、うん、なんだっけ、アルファード用のやつを、はい、ビッグ X とか、うん、はい、埋め込んでもらって。綺麗だわ。上に操作パネル、はい、うおーすげえ。マルチだもんで、ね、かっこいいっすね。アイデアすごいっすねこれ。なるほど、あそこくり抜いて、確かにエアコンだとかその辺の操作があるんで、はい、線がすごいいっぱいあるもんで苦労したって言われましたけど、オーディオさんに。そりゃそうっすよね。昔みんなグローブボックスとかね、そうですね、非常勤なんか入れたりだとか、最初入れてたんですけど、はい、やっぱちょっと安っぽくなったもん でちょっと穴開けちゃったもんで、はい、モニター入れて、あ、そういうことか。でこっちに移動したりして、この天井に吊るすというのはオーナーさんのアイデアですか、とオーディオさんと、はい、これはすごいですわ。居心地がビクトリーってとこでやってますんで、ショップさんですね。すごい。あ、しかももうちゃんとオーナーさんの車がモデルになって作ってもらいました。これすごいすごい。じゃあこれ乗せておきますね。かぶってるね。これすごいですね、キャンバーが。これ多少上げれば立つんですか。立ちますね。年寄りにはハの字切りすぎなんだけど。リアもブレーキは3人のやつなんですか。これは、はい、36のスカイライン。あ、ポン付けできちゃうもんなんですか。多少か。そうですね、ポン付けでできちゃうんですね。でかっこいいなこのフォルムね。ソブリンのこの長い5メーター20ぐらいあるんでしたっけ。10ぐらい、5メーター靴だったら、ね、それぐらいありますね。ありますよね。これでまたこんだけ下げるとすげえな。このプレスラインから見ると、赤車ギリギリだもんね。そうですよね。そっか、今日ね急遽赤車になっちゃう。そしてこれトランク動いて、ちょうど動いてます。これまたマッキンの、これもすごいですね。これはダミーです。え、本当はこれで鳴らしてたんだけど、はい、ちょっと容量が足らんすぎるもんで、はい、ただ昔のイメージでマッキンをつけたかったもんで。すごい。でもこの針は動いてるんですね。そう、それはやってもらって。あ、そっかそっか、アンプ自体は生きてるけど、生きてる、バット数っていうか、あれがパワーが足りないから、後ろの座席の足元に、はい、ロックホードを。あー、そういうことか。隠してあります。実際はロックホードで鳴らす。見栄えいいですよね、マッキン。オーディオさん曰く、はい、もったいない、それを隠すのはってやりましたけど。ヘッドユニットもロックフォードですか。ヘッドユニットはこれはカルツェリアの。あ、カルツェリアなんですね。かっこいいな。しかもまたこの動く遊び心。すげえかっこいいな、この。あ、光ってるんだパネルもね。使われている、あ、これでも全部オリジナルですね。作ってもらって。かっこいい。夜映えますね、またこれ。そしてマフラーもね、スクエアの好きでしたね、僕もスクエアの。こんな感じでね、動いてほしい。これ出口だけですか。軽くマフラー音聞きたいので。あんまうるさくないですよ。やっぱプレジのちょっと 4.5 の軽くでいいので。軽くでいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。煙が結構ね。一発死んどるもんね。そうでしたね、失礼しました。すげえガス臭いですね。音質も全然違いますね。いや、だからね、結構こういうビッグ取り上げてもらうと嬉しいですよね。そうか、うん、みんなで一緒に走ったりするのも楽しいっていうのがあるから、はい、もうビップ歴がまだ3年だもんね。誰も知らないからずっと一人。今日は赤車だったけど、赤車4台で来たので、なんか良かった。俺らの時代はみんなでブワーッやりながら、僕はもうちょっとおとなしいビップワゴンの方だったね。だからね、ビップが嫌われるがゆえのこと、大体ビップ止めっていう言葉もね、ビップあれ。俺らのこうやっぱりこういう車好きなやつ、やっぱりやんちゃでトッポいねんけれども怖いねんけれども、喋ると車好きやからええやつっていうね、そういうのがあったからな。これやっぱりこうね、こう綺麗にしてバランスがいいビップが好きかな、はい、もうちょっと車庫開けとこう。ありがとうございます。東京帰れる。あとライです。ライトブラックでね、またこれエアロので、これ32シーマ用のラン、そして僕に刺さるユーロラインの。よろしくお願いします。